私事なんですが、先週の6月1日にこのチャンネル11周年を迎えることとなりました。いろいろコメントもありがとうございました。なので今回はですね、ちょっと私の話になってしまうんですが、私が生きていく上で大事にしている考え方を3つ紹介させてもらえたらと思いますので、もしご興味ある方はぜひ最後までご覧いただけたらと思います。では早速参りましょう。改めましてどうも、あいちです。今回私から3つ、私のね大切にしている考え方を伝えていこうと思うんですけども、まず1つ目が51対49、2つ目が夢は叶うで、最後が教材です。1つ目、51対49、この比率はね、昔から大事にしているもので、自分でこう作った、これグッズなんですけど、この胸元とかにも入れてるぐらい大事にしてて、で何かっていうと、人生ね、人生っていうのは51% の幸福と 49% の不幸でできているって私は思ってるんです。皆さんも生きていく中で全部がいいこととはならないですよね。辛いこととかしんどいことも絶対あったはずです。で、私もありました。例えば中学時代のいじめ経験とかもそうなんですけど、で、僅差なんですよ。51と49って。でも私が思ってることですよ。私は絶対人生はいいことの方が多いって。僅差だけど。だからどんなに辛いことがあっても、その後にそれ以上のいいことプラスの幸福 51% の方が待ってるってと信じながら毎日生きてます。ただめちゃめちゃ大きな辛いことだったりとか、その辛いことが重なってしまうと自分の心の器が溢れちゃうんだよね。でそうなるとさ、もう無理だって、耐えらんねえよってなって、こんな風に思えない日もあった、正直あるんですけど、でも根底にこの思いをずっとずっと大事にしてきたからこそ回復が早かったと思ってるの。ちょっとこうね、回復してきた時に、いやって、今これ踏ん張ったら 51% 来るから、だから踏ん張るしかねえよって、頑張るしかねえよって、そうやって、まあ、38年も生きてるからさ、そういう風になったことがたくさんあったんだよね。だから経験則からまあよりこう思ってるっていうのもあるんだけども、もし今生きていく中でね、いいことなんて何もねえよって、辛いことしかねえよって思ってる方がいたら、すぐには思えなくてもいい。でもこうやって考えて生きてきて、でこういう表情で喋れて生きてるやつがここにはいるからさ、だからその一つの考え方として受け取ってもらえたら嬉しいです。二つ目が夢は叶う。皆さんは努力すれば夢は叶う、この言葉どうですか？そうだなって思いますか？それともうんって思いますか？私は学生時代は完全にうんのタイプでした。で今も半々ぐらいかな。でも 100% そうだよ、絶対叶うからねとは思ってない、努力が絶対成果が出るってものではないからね。それものの夢にもよると思うけども、たださ思うんだよね、努力しても夢は叶わないことがある、努力しても結果に結びつかないことは確かにある。じゃあ努力しても意味ねえよって思って生きるのは、俺は自分自身がそれが嫌だったのよ。なんか寂しくなる、だって努力しなきゃ夢は叶わんし、夢は叶わないんだもん。努力しても叶わないかもしんないけど、努力せんかったらきっと叶わないから。でいつも思ってるのはね、その努力してこうさ、何か頑張るじゃん、みんなも勉強とか頑張ってる、スポーツ頑張ってる方いると思うんだけど、すぐには結果に出なかったとしても、でも夢に目標に一歩一歩近づいてるのは絶対間違いないと思うの。だって何か頑張ったらさ、昨日の自分より今日の方が成長してんだもん、レベル上がってんじゃん絶対。だから一歩は前に踏み出せてるはずなの、2歩3歩って。で俺がいつも思うのは、その歩みを止めなければ絶対夢にはたどり着くじゃん、叶うもんだよねって。だから夢は絶対叶うよって思ってる。ただ一個、そこには期限があるから。みんなだったら、もし受験の志望校だったら、志望校のね合格の、その例えばこの偏差値がここってなったら、その日までには間に合わなかったかもしれない、もっと日にちがあれば間に合ったかもしれないけどっていう期限がつくから。でもちろん当日の運とかもあるけどね、あるけど、だから期限が決まっちゃって、で俺の場合は、まあ、受験とかじゃないけど人生かけて叶えたい夢があるわけよ。でその夢が叶うかどうかは寿命が間に合うかどうかだけだろって思ってんの。だから毎日努力する、頑張ってる、夢を叶えるために自分がこうなりたいっていう自分の姿があるから、それに向けて歩みを止めない、まあまあまあ休む時もあるけどね、だらだらする時ももちろんあるけども、それも含めて一歩一歩前に進んでいく。あとは
俺の寿命が間に合うかどうかだろって、うん、そういう風に思ってる。だから今こう夢は叶うって言ってさ、って思った方見ると、もう俺も思ってる。全員が叶うわけじゃないから、そんなに人生楽じゃないもんね。イージーゲームじゃない、人生は。でも叶わないわけじゃない。叶う確率が 0% じゃないよねって、うん、それは大事にしながら行きたいなと思って、この考えを大事にしています。そして最後は教材です。俺は子供が好きです。学生が好きです。だから学生のためになること、学生のみんなにとってプラスになることって何なのかなって、俺は何ができるかなって考えながら、この11年間ずっと活動を続けてきました。で、みんなもそうだけど、生きてるとさ、嫌なことってやっぱりあるじゃんね。こうできれば経験したくなかったこと、まあ、俺で言うんだったら、まあ、中学時代のいじめとか、そうだね、いじめ経験とかもできればもう一回人生やり直すならさ、そこ通りたくないし、辛かったからね。でもそういったさ、いろんな経験をしてくるわけ。みんなもいろんな経験をしてるじゃん。その経験を全部教材にして子供たちに還元するっていうのが俺の大事な考え方なんです。これは俺だよ、みんなに真似してってわけじゃなくて、つまり自分が経験してきた辛かったこととかも嬉しかったことも含めて、こういった経験をしてきたよ、こういう時にこういう考えをしてきたんだよって、それをみんなに伝えていって、それをね、あ、なんかかわいそうだな、辛かったんだろうなっていうだけじゃなくて、あ、でもこういうふうに考えてるから、私も真似して頑張ってみようかなとか、俺もなんかこの人の話聞いてたら頑張ってみようって思ったなって、そういうふうにプラスのものにしてみんなに還元できる自信はあるの俺。そこはすごく自信があって、だから全部教材にする、自分の経験をね。そうっていうのは俺の大事にしてる考えなので、これはなんで今回これをみんなに伝えてるかっていうと、これはちょっとね、話が変わっちゃうんだけど、俺よく講演会とかでも言うんだけど、みんなにね、過去に起こった事実って変わらないんだよ。つまり過去って変わらないじゃん。みんなが例えば辛かった、じゃあ俺だったらさ、そのね、いじめ経験もそうだし、じゃあ高校の時に1年記念日に彼女に振られたこととかもそうなんだけど、変えらんないんだよその事実は。でもその事実は変えらんないけど、過去の意味は変えられるよねって思ってる。いじめを受けてたことで、その事実は変わらん、それを思い出して、あ、辛かったんですよ、もう悲しかったんです、嫌ですよね、いじめってっていう話をすることもできる。でもそのいじめがあったから、今いじめに悩んでる子どもたちの相談に乗ることもできてる。きっと多少ないとも経験してない人よりは気持ちがわかるはずだから、そうやって過去の事実を、意味を変えるの。俺にとってただただ辛かった経験だったっていう意味にするのか、この経験があったから俺はこういう風になれたんだって、強くなれたんだっていう風に意味を変えることができる。過去の意味は変えられるから、みんなも今までの経験でも辛かったこともあるだろうし、これからうまくいかないこととか思い通りいかないことは絶対にある。人生で全部そんな楽にはいかないから。でもそういう風に壁にぶち当たった時、ね、辛くてもうやめたくなる、諦めたくなった時に、そのことを、その時は辛いよ、辛いけど振り返った後に意味を変えることはできるから、そのパワーはみんなは持ってるから。だからこうやって過去の事実は変えられないけど、過去の意味は変えられるって、そのこれも含めて俺は教材にしていくっていうのをすごく大事にしているので、今回ね、紹介させてもらいました。はい、ということでここまでお付き合いいただきありがとうございました。なんか久々に自分の話だけをすごいしたのでドキドキしましたが、皆さんいかがだったでしょうか。もしね、なんかこういうのもありだよってなったら、たまになんか自分の大事にしてる考え方とか、まあ、動画にしようと思いますので、よかったらコメント欄に書いてみてください。で、今日ね、いっぱい話をしてきたんですが、こう全部を通して、なんかみんなに、まあ、全部を通してというか、今までの動画も含めて、全部含めてみんなにこう伝えたいことというか、こういう考え方を持ってほしいなって思っていることがあって、それがよく言うけど、一つの選択肢でしかないんだよって。今回俺が考えてるのもさ、あ、こういう考え方もあるんだっていう選択肢でしかないんだよね。だから例えば俺のことをすごくこう応援してくれて、ハイチ好きですって言ってくれる方もいらっしゃるわけで、そういう方だとさ、もう俺が言ったこと全て正義みたいに思っちゃうかもしれない。でもそれは違うんだって。俺が憧れの人とかが喋る言葉、発する考え方でも合う合わないは絶対出てくるから、だから今俺が喋ったことも選択肢の一つとして受け取って、あ、これは好き、でもこれはなんか違うな、それでいいんだって。でもって言うと、その受け取ったものをどん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 アレンジをしていく、みんな流にこう変えていったらいい。考え方をね、私は50対49より、80対20ぐらいでいいと思うんだけどな、その方がしっくりくるし、いいじゃん
すごい素敵、そういうので。だからどん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 、今回俺がこうやって喋ってみんな見てくれてるけど、いろんな人からいろんな影響を受けて、それを自分流に取り入れたいものだけ取り入れて、でアレンジをして、みんな自身の考え方とか、みんなが生きやすい自分のルールとかを作っていってもらえたらと思います。人生はこうじゃなきゃいけないなんてことはない。自由だからこそ辛いんだよ。自由ってすごく辛いから。だって答えがないんだもん。好き、自分で決めてやんなきゃいけないし、自分で決めてやったから責任持たなきゃいけないから、すごく辛い。でもやっぱり自由に好きに決められるって俺はすごい素敵なことだと思うんだよね。だから今回も選択肢の人、ここまでね見てくれてるみんなだから、選択肢の一つとして受け取ってくれると思いますので、今後の動画もそうですが、その選択肢の一つを、この動画を通して受け取ったんだって思いながら、これからも動画ね付き合ってもらえたら嬉しく思います。冒頭にも話しましたが、本当ね11年ありがとうございました。12年目の配置も特に変わることはないんですけども、一生懸命思いを込めて、言葉にね思いを乗っけて喋っていきますので、どうぞこれからも思いを受け取ってもらえたら嬉しいです。はい、ということで今日も本当にここまでお付き合いいただきありがとうございました。今週1週間もまた頑張っていきましょう。それごめんな。それじゃあまたね。バイバイ。今年も12年目もよろしく。